赤ちゃん。神奈川県川崎市、この町のとあるお宅で暮らしているのがミカちゃんです。ミカちゃんはここでおむつをしている犬と暮らしながら楽しい毎日を送っています。そんなミカちゃんの楽しみはワンワンです。おいしいな、ワンワン。おいしいミカちゃんはワンワンと遊ぶのが大好き、生きがいです。今ちょっと目があったワンワン怒っちゃうよ。ワンワンは泣く子が嫌いです。大好きなワンワンに嫌われないために必死で涙をこらえるミカちゃん、成長を感じます。ワンワンだよ。そしてミカちゃんがワンワンの次に大好きなのがおばさんです。ペンギンはどこだ。はい、ペンギン、ペンギン、ペンギン探して、ペンギンペンギンどうだ、ペンギン。おばさんにはある一つの強い思いがありました。浮気をすぐに見抜ける女になってほしい、そんな思いです。そしてもう一つ、柴田だよ。強くなるためには人が戦ってるとこ見て勉強しなきゃ。強い女になってほしい、そんな思いで格闘技を見せてくれます。うわー、でも何でもいいわけじゃないもん。なんだよね、こんなの。しかしまだ早かったようです。ね、つまんないね、つまんない。ちょっとごめんね。いつもは優しいけれど時には厳しい、ミカちゃんはそんなおばさんが大好きです。今日もおばさんと仲良く遊ぶミカちゃんでした。ワンコ募集中、ご覧の宛先までお送りください。